皆さんこんばんは。元男の子の青木香音です。今日は私が彼氏と付き合っていた頃に起きたショッキングエピソードを、お話しします。今回話すエピソードなんですけども、私がまだ、下半身にブツがついていた頃のお話なんですよ。でその当時付き合ってた彼氏はもちろん私が下半身に物がついてることを了承の上付き合ってくれてる彼氏なんで、まあ理解のある人なんですけども、その5個のうちの後半2つはちょっと私のこの下半身のせいで起こってしまった悲劇をお話しするんで、よかったら最後まで見てください。でこのような動画とか、あとはバラエティなどいろいろな動画をこのチャンネルで配信してますので、初めての方はぜひチャンネル登録もお願いします。では行ってみよう。まず1つ目、肩幅事件で、何かというと、私もちろんもともと男子だったんで、まあ、普通の女性と比べたら、まあ、骨太と言いますか、今ではその肩を出すような服とか、まあ、最近だと結構着てるんですけども、性別を変えたての頃はやっぱり自分にそんな自信ないんで、体型をごまかすようなスタイルをよくとってたんですね。で彼氏はまあいろんな服を彼女に着せたいみたいな、まあ、そういう願望があるわけですよ。である日彼氏が、カノン、お前、俺が選んできた服とかよかったら着てくれる?みたいな。ちょっと服選びは慎重になりたいなと私は思ったのね。やっぱり体型のこともあるし、彼氏が選ぶんだったら間違いはないだろうと思って、私は、じゃあ買ってきてくれたら着るね、みたいな。そしたらなんか、めっちゃその、武井壮さんみたいなさ、ああいうタンクトップみたいの買ってこられて、えって。で、なんか、彼氏はその、よく、ジブリとかである、なんか真夏の女の子、麦わらかぶって、上がタンクトップで下がスカートになってる。まあ要はワンピース、白いワンピースですよ。肩がもうむき出しの。私は、これやばくねみたいな。羽織るんだったらまだマシだけども、これだけなのねと思って。でもせっかく買ってもらったんで、来たんですよ。まあ一緒にその時同棲したんで、なんか彼氏に、来たんだけどどうって言ったら、やっぱお前、肩幅すごいなって言われて。おかしいでしょ。あ、てか私ちょっとね、今日だけメイク変えたんですよ。なんかテストがてら色素薄い系メイクみたいなことやってみたいなと思って。どうですかね、アイライン今日引いてないの。だから目がなんかちょっといつもと違和感あるかもしれないんですけども、これ評判悪かったらやめます。次のエピソードがペアリング事件なんですけども、さっきの彼氏と同じです。私その彼氏と確か1年半ぐらい続いたんですけども、その1年記念日の時に彼氏がボーナス出たからペアリング作るみたいな、なんか婚約指輪がてら作っちゃうみたいな。で結構ねいい感じの指輪を買おうみたいな話になって、でその付き合ってた彼氏は私より全然身長ちっちゃい、でも160センチぐらいの身長なんですけども、で私別に男子としてだったらむしろ標準以下の大きさなんですよ、手の大きさは。そう、彼氏がめちゃめちゃ手がちっちゃくて、結局この何指輪のサイズいくつってなった時に、私こうだよみたいな、え俺より大きくねみたいな。店員さんに、僕の彼女ちょっと指大きいんですけどって言ってるのよ。あ、これ全然面白くねえわこのエピソード。推し見つかりません。そして3つ目の出来事も同じ彼氏なんですけども、ディズニーランドに行ったんですよ。ディズニーランドってさ、なんかミッキーとかこのグーフィーとかと写真撮るなんかスペースありません、なんか横に並んで撮るみたいな。ミニーとミッキーがいたんですよね。ミニーの列ができてて、ミッキーの列ができてて、で私たちはミッキーの列に並んでたので、反対の方にミニーの列ができてたんですよ。で私の番が来たと思って、こうミッキーの横でなんかこんな感じで撮ってたんですね。で私と同じタイミングで撮影してる女性がなんかめっちゃ小柄な140センチ台ぐらいのなんか高見菜さんぐらいの身長だと思うんですけども、まあ身長高い女あるあるかもしれないですけども、なんか自分よりめちゃめちゃ小さすぎる女の人が横に並ぶとなんか恐怖心に煽られるみたいな。で彼氏後ろでこうやってなんか私の横にいる女の人を見てこうやってなんかこうやってやってんの、おかしくない?だから心の中でカノンよりなんかちっちゃくて可愛いねってなんか思ってるんでしょうけどもこれもあんまりオチ見つかんないなもうやめよっかなこの動画。私のこの最大のショッキングエピソード、もうこれね世間の人が聞いてもブチギレ案件だと思いますよ。ブチギレエピソード1つ目
浮気事件、まあ、これは単なる浮気ではなくて私のこの体が原因で起こった話なんですよ。その当時は私は下半身にまだ手術施してないから男子のまんまなんですね。女性ホルモンだけやって、まあ、見た目女になってるみたいな、なんかそういう感じで脱ぐと男みたいな、なんかそういう状態だったんですけども、彼氏はその普通に女の人が好きみたいな感じのタイプの人間だったんですね。だから私とこうあんまり営みが満足にできないっていうか、もちろんその私は膣がないわけですから、まあ、ストレスを多分彼氏はこう重ねていったんでしょうね。まあ、浮気が発覚したのも、まあ、いつも通り私は彼氏とこう一緒にダブルベッドで寝てたんですけども、なんか彼氏のスマホに LINE が来てて、通知来るとこのロック画面に LINE の内容が表示されるじゃないですか。なんか設定によっては普通に内容読めちゃうんですよね。したらなんか女の人からなんか昨日はありがとうみたいな、また来週空いてる日があったら教えてみたいな、これで次の朝私は問い詰めたんですよね。したら普通のサークル時代の友達だよみたいな、いやいやだってなんか文章なんか おかしくなかったみたいな、なんか黙り込んじゃって、あれこれ浮気でしょって言ったらごめんって認めたんですよね。で理由を聞いたら、やっぱりその俺は女の子が好きなんだよねって言われたんですよ。かなりショックでしたね。その当時私すごい彼氏のことを好きで結構尽くしてたんですけども、ただそのもっとそう掘り下げて理由を聞いてみたら、その営みをしたいみたいな、でもこれって私ワンチャンもう手術で解決できちゃうよなと思って、どん底に落ちるほどショックではなかったかもっていうことがありました。その1年後に私は無事に手術をするんですけども、まあその時にはもう別れてたんですけどね。なんか私もちょっとその、まあ、自分のこの体のせいで彼氏にそのストレス与えてることになんかちょっと罪悪感を感じてたんですよね。彼氏のその絆を深めたいと思って、その次の夜かな、一緒に横浜にデート行ったんですよ。まずその日がその最後の私のショッキングエピソードなんですけども、横浜で普通に一緒にデートして、まあ今日も楽しかったし帰ろっかみたいな感じで私が行ったら、ちょっとホテル行かないみたいな感じになってて、まあ別にいいけど、でも昨日あの話をしたのになんかどういう風にするんだろうみたいな、私は心の中で思ってたんですけども、多分まあちょっともう一回確かめたかったと思うんですよね。彼氏的に私のこの下半身ついてても俺はなんか大丈夫かどうかみたいな、多分そういうことだと思うんですけども、でホテルに着いて、まあお互いこうなんかシャワーみたいな浴びて、そのホテルにあるテレビっていうかなんかベッドにこう寝転がりながらモンスターズインク見てて、で二人とももう下半身むき出しなんですけども、タオルの下ね、で彼氏がこのよしみたいなよしじゃあみたいな、なんかまあこれ始めようぜみたいな感じだと思うんですけども、いやでもね受け止める場所ありませんがみたいな、私はそう思ったんですけど、身につけてたそのなんかバスローブかな、タオルじゃなかった、バスローブこうさっとこう脱いで、で2人でこう、なんかこう一緒にダブルベッドこうねみたいな、でもう2人のこの視界の 5-60cm 先には2つのポコチンがあるわけですよ。彼氏がそのむき出しになったポコチンを見て解き放った言葉が、なんか関心だけをこう見るとゲイビデオ見てる感じだねって言われて、次から毛を全部剃ってきてって言われて、いや私そんなこと言われると思ってなかったからめちゃめちゃショックでしたね。もう家帰って速攻剃りました。今日は私が付き合っていた彼氏とのエピソードをお話ししたんですけどもね、人生そんな甘くないっていうことですよ。なので皆さんもなんか彼氏と付き合っていた頃のエピソード、まあ彼氏彼女とのその付き合ってた時のショッキングエピソードとか面白いエピソードあればコメント欄とかに書いちゃってくださいこんな感じで今日の動画は終わります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そして TikTok もやってますので、ぜひ画面の下からフォローお願いします。また見てね、バイバイ。